さんこんばんは、池介です。本日2024年、5月8日、21時12分、阪神タイガースの試合を今日、行っていて、あとは、横浜 DeNA と同時にですね、途中で試合状況とか気にしながらという状況で、阪神タイガース1対1で、同点のまま粘っておいて、展開的に、横浜 DeNA さんの方が2点リードされていましたんで、そこを、なんとかまず同点にしなければならないというような状況で、で、3対2までは持っていけたと。で、同時進行だったんですね。で、かなり、難易度が、もうむちゃくちゃ高いですね。で、あとは正直もパリーグの方も結構気にしてましたね。ソフトバンクがこのまま独走されたらっていう部分があるので。で、楽天が勝ってる分はリードしたものは全然良しとして。で、桐敷選手に変わった時に、ツーストライク外で、右バッターに対して、外角で、ツーストライクを追い込んで、ノーボール。で、その時に、桐敷選手もそう思ってたと思うんですけども、内角低めに投げ込みたいっていう状況。内っかの際どいところに一回投げ込みたいと。左ピッチャーで右バッターに対してですから、いわゆる、昔の表現で言うと、クロスファイアって呼ばれてた表現。斜めの角度で、入り込んでくると。だからベースの上通過するようなボールでも、ほぼほぼ、詰まらされる。外でツーストライク、ノーボールまで追い込んでる状況。で、その意識が強くなりすぎたのか、その、バッターに当たってしまうようなボールになってしまいましたと。もしかしたら昨年もあったかもしれないですね。で、そこは、ちょっと今日の、僕の失敗してたところかなという部分ですね。デッドボールが、試合展開を、結局阪神タイガースが負けるような展開になってしまったんじゃないかなと。で、気がついたら横浜 DeNA の方が、満塁にまでなって、相手が攻撃側で満塁状態になっていて、もうかなり危ないと。で、アウト一つは取れたんですよ。ノーアウト満塁だったんじゃなかったでしたっけ。で、そうですね。だからそこをきっちり抑えなきゃならないっていう状況で。だからもう両方気にしながらだったから、ちょっとその辺のところが、うまくいかなかったところと、ギリギリのところで言うと、森下選手のところに、ライトに、打球が飛んだ時に、返球した時に、バックホームのにしっかりと、キャッチャーが動かない位置に返球できてたらよかったと思うんですけども、ちょうどキャッチャーが取ったところにランナーが来るっていう状況のところに、返球自然としてしまってるんですよね。だからそれはそれで、あの時のアウトカウントはどうでしたっけ？ちょっとよく思い出せないんですけども、すごく、欲張りすぎてるっていう部分はあるんですけども、意図的にそうしてるんじゃないんですよ。自然とそうなってるんですけども、あそこでもし、坂本清史郎選手がキャッチしていたら、もうそのまますぐタッチできてったんですよ。ただもう工作プレーになってしまって、今日はそのデッドボールプラス、キャッチャーの坂本清史郎選手と広島の走者の選手を、痛い思いさせてしまって、申し訳ないなと。天の神様への安全の乗りをしっかりとしていたから、大怪我には繋がらなかったんじゃないかなと思ってるんですけども、皆さんどうでしょうか。他の球団の方たちも。ちょっとこちらの方でもいろいろあったので、他の球団も、怪我してる選手はいないかな、どうかなと。もともとね、今日水曜日で J リーグの試合が、大体もともと去年は水曜日試合あったんですよ。だから試合始まる前に、サッカーの試合のことも意識してたんですよ。別にヴィッセル神戸を無理して勝ちに行くとかじゃなくて、そうじゃなくて、僕の野球界やサッカー界のその得点や順位っていう部分、100番台のところにあると思うんですけども、100番から110番の間に番号をつけてないんで、そこに記載してる通り、もともと神奈川県に J リーグのチーム一つにしなきゃダメよで昔、もう1997年8年フルーツラブパークで、もう西武上層部とも話取り折り合いついてたんですよ。
で、横浜マリノスと横浜フリューゲンスが合併したんですよ。それだったら優勝ありよ、ありでもいい、優勝でいいですよっていう話で、それで優勝してるんですよ。2チームが合併してね。ただし、その後、同じようにチームがポコポコ出てきて、それだったらあの優勝意味ないじゃないっていう話で、エネルギーの残量問題で、その、際限なくチームを増やされたら困ると。だから、今日、試合始まる前に考えてたのが、その、DeNA の得点、神奈川県のサッカーチームの得点、水曜日試合してるだろうからと思っていて、全部、横浜 DeNA に回し上げたらいいと。そういう考え方だったんですよ。ただサッカーの日程を見ると今日試合なかったんですよ。僕の方のインターネットではそう表示されてたんですよ。まあ嘘という声が聞こえてきたんですけど、どうなんですかね。だからそこでだから嘘で騙されたのかもしれないし、だから最初序盤狂って阪神も横浜 DeNA も得点リードされてるような気がするんですよ。今日は遊んでるか遊んでないかで言うと、もう朝起きてからも絶対遊んでないんですよ。まあね、その、まあ途中までは、ある程度シナリオ通りだったんですよ。そのヨガンベイサーズさんの方がリードされていて、その阪神タイガースの試合がね、18時ちょうどから始まってなかったんですよ。だからそのパターンだったから、その試合始まる前、云々のところで、横浜 DeNA が、ヤクルトさんに3点取られてる状況が発生していたと。こっちは晴れにできてるんですよ。僕の見える範囲のところでですよ。いろんな、まあ、動画の内容、今日アップロードした内容もそうですし、まあ、それは過去様の皇室の方たちや国会議員の方たち、マスコミのまとまる側の人たちへのメッセージのところで、まあ、この動画見てほしいっていう、まあ、屋根の上は風力発電で、河川の上は太陽光パネルで、どういうふうなことを喋ったらね、風が吹くかっていうところを動画撮影してるんですよ。で、それ、もうほぼほぼテレビに向かって言ったりとかもしたりしても、風吹くからある程度。で、まあ、台風になりそうなところから風取って、まあ、吹かせていられてるんだったらもう最高だし、もうこの時期なんか特にもうエアコンなんか使わないじゃないですか。まあ北海道はちょっと今日寒波が来てますからちょっと別なんですけども、まあ暖房器具、まあ洗濯物もね風吹いていた方が乾きやすいんですよ。だから乾燥機とかあるじゃないですか、電気使って、ああいうふうなものとか使われないし、だからまあそういうふうに意図的にその風吹かせるっていう話、こういうようなこと喋ったら風吹くって、それと東北の秋田県とかの人たちに教えて、でそれ言っといてもらったらいいって。それ本当に1997年8の頃フルーツラパークで、1998年に台風の数、世界中の数を一気に抑え込んだ。でその時に気象関係のことで学んだことから、まあ北信越、まあ日本海側にその風力発電とかが設置されるようになったんですよ。だから誰かは多分テレビに向かって言ってると思うんですけどね、意図的に風吹かせる、まあ、それ撮影しに行ってるクルーもいるんですよ。その撮影スタッフがいて、でそれちゃんとそういう風に受け答えしてるんですよ。だからそれがあるから、まあ実証実験として、だからまあ風力でもそこそこ本当は屋根の上とかに設置しやすいところでいいですから、瓦とかは無理だとしても、まあまあそういう風な動画とかもアップロードしていて、まあ、石川県の能登半島の様子見に行くために、まあ、ちょっと高いですけども、3000円する、まあ、石川県の地図、昨日買ってきたり、まあ、買ったのは昨日なんですけども、今日、昨日の試合負けてるでしょ。だからね、まあ、昨日は昨日で、ちょっとまあ、有給休暇っていう形にしてましたけども、有給休暇の効果がなかったんですよ。だからね、まあ、巨人にも語れてますし、まあ、僕の構想では巨人が最下位に行かなきゃならないけども、ヤクルトが最下位になってるわけじゃないですか。要するに東京勢。だからまあ、その辺のところで、物事はうまく噛み合ってない。で、築地の方に東京ドームを作るとか言い始めていて、もうそれも昔聞いたことあるんですよ、何年も前に。で、それはダメですよと。そこを空き地にした後、東京の大きなビルを解体した時の瓦礫の一時置き場にしますからっていう話。にはしてるんですけども、まあそれで、読売ジャイアンツが理解してくれてるかどうかはまた別にして、その案を言ったのは昔からもともと僕だから、だから、豊洲に移転するのであればね、で
だまあそれをもともと言い始めていたジャイアンツに問題があるし、優勝回数とあと最下位の数です。あまあ戦後その最下位1回しか巨人がなったことないから、それはいくらでもアンフェアだし、売上も200億円前後の売り上げしょっちゅう出してるじゃないですか、ジャイアンツって。だからまあそれ考えたら そんなにお金に困ってることはないはずですから、多分もうペイできてるでしょう。東京ドームの建設費用もともとが買ってて、そのお金がある程度元手があって東京ドームを作ってるはずですから、読売ジャイアンツが真っ先に下に行かなきゃならないし、だからね、あとは今日言いたいことがあるとすれば、まあ、途中でテレビ向かっていう方法でね、ちょっと晩ご飯買いに行ってきますって言って外出たんですけども、例えば絡んでくる人間とかやっぱりいます。意図的に。で、その人間とかはね、例えば迷惑防止条例や挑発行為であるとか、これを心の中で、まあ、唱えると。コンピューターがキャッチすると。で、それが特定源になっていくはずだったんですよ。例えば赤信号を渡ってる人、道路交通法違反、信号無視。まあ、数えていったら、7点か8点ぐらいあったんですよ。結構この時間帯信号無視して、交差点渡っていく人多いですから。だからまあ行きしも2人ぐらいいて、で帰りしも2人いて、1人が後ろからパトカーが来たから、タオジの方から、だから交差点の途中で止まってましたけども、だからね絡んできた人間プラスそれ昔は特典できてたんですよ。で、それも、あれは警察署の昔の方たちですけども、一部の人たちは、俺たちもそれでええと思うってこう言ってくれていて、で、まあ国会議員の人たちとかもそれでいいっていうことになっていて、まあテレビ局でまあ有名な人たちとかも、まあどうするのかうんぬんとかで、自分たちも絡まれた場合だとか、まあそういうような話は通ってたはずなんですよ。だから今日買い物行って、行ってる間に、まあ、7得点ぐらいあったから、それをうまく阪神タイガースと横浜ベイスターズに振り分けた、両方勝ってるんですよ。ただし巨人に勝たれてしまってるっていうことを考えたとしても、まあもともと今日の試合も相手チームの方に得点されてるから、世界のルール法律、まあそれは大体毎回捉えるんですけども、心の声で、まあ、民法720条の、正当防衛、0102を使用するという形で、阪神タイガースは同点まで行ってるんですね。で、まあ、ゴールデンウィークあったから、ちょっと、今日から3連戦だったのかどうかは、ちょっともうよくわからなくなってるんですけども、まだ今の、どうでしたっけ、ちょっとまあ、予定とか見てからじゃないと、その辺、まだ何とも言えないんですけども、まあ、その辺の得点ありにしていただきたいっていうのはありますね。例えば、信号無視の人とか、そういうのは別に特別僕から訴えるようなものでもないですし、まあ、まず、まあ、相手の名前と住所で電話番号なんかわからない。まあ、町の治安を守るっていう形で、なぜその内容はあったりなかったりするのかなっていう謎はありますね。まあ、車乗って絡んできてる人間なんかどこの誰かなんか絶対わからないし、ナンバーが暗かったら見えないし、なんかね、その昔のルールがあったら今日の試合両方とも勝ってるんですよ。まあ今回は、そういう動画です。まあ、そういうルール、復活させてほしいですね。以上です。まあ、現在時刻21時27分になったところですね。本日の試合、皆さんお疲れ様でした。まあ、まだ気持ち切り替えて、試合していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ結局紙一重のような気がしますね。まあ
球種はやっぱり投手に任せておかなかったらダメですね。その分デッドボールが発生してしまったような気がしますね。阪神タイガースの方に流れ的には同点に追いついてからは来てた気はするんですけどね。得点圏までランナーは何回か進んでましたし、相手も進んでましたけども勝ちそうな気はしてたんですよ。だまあ横浜 DeNA さんの試合の方は速報とかでしか分からないから、試合展開とかやっぱり画面見てなかったら分からないですから、どちらが押してるかとか、ピッチャーがしっかりと投げ込めてるかどうかだとか、そういったところがよく分からない。まあ、阪神タイガース糸原選手の時、代打で出てきた時にあっさりフォアボール選べたじゃないですか。で、あの状況も崩せそうな完全に雰囲気じゃないですか。ノーアウトでフォアボールでランナー出てって、あれ、まあまあ今日の試合もまあ紙一重のような気がしますね。以上です。まあ気持ち持ち直して、今後、対応できたらなと思います。まあ裁判用の書類とか一応作っていて、簡易裁判所で収まらないの僕の提案で作った番組、まあその通りの金額はもらえるかどうかわからないですけども、まあ年金利の5分つけて計算してまあでもだいぶ大変なんですけども、まあまあ、金額、簡易裁判所の上限の140万円ぐらいのところで、一回訴えてみて、その内容が通るかどうか。まあ、あとは法律面云々とかですね。まあ、こちらの状況は以上です。だから、テレビ見ながら試合した方がいいのかな、どうかなとか、どういうふうな設定になってるのかなとか、まあ、思いますね。家でそのテレビ見ないで、その裁判用の書類を、作っていたりだとか、まあ昼間とかも作っていたんですけども、まあ昨日もそうでしたし、まあそういう部分とかでもまあ、どうなのかな、大谷翔平選手、まあ調子良かったじゃないですか。まあ心当たりは一つは絶対あるんですよ。でもう一つの方、その辺のところ、まあいろいろ修正したりしてる内容とかで、まあ、調子上がってきてたのかな、どうかなとかもある。まあ、通報内容とかもあるんですけども、それぐらいの時刻、多分通報していたりとか、まあ、もうメジャーリーグのその時間帯とかまで気にしてたら、もう、全然時間ないんですよ、本当に。で、まあ、まあ、日々自分がしなければならないことをしてるつもりなんですけども、まあ、今日試合勝てなかったのは残念ですね。阪神タイガースも横浜 DeNA も、勝てそうな気してたんですけどね。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。